皆さんおはようございます、こんにちは、そしてさようならとは言いません。今回、久しぶりです。プロップです。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、岡沢からの山のごとしの武田信玄編で、信長の山を創造 with パワーアップキット7回目ですかね、をやっております。で、美濃の真虫から始めて6年目が経過しました。1549年になってきました。そろそろ信玄もやばいかなと。危るなも、本城は4つ、市場は13個、武将は53人、創造性は229、兵数は 44,991 人調達しました。兵糧は8428、金銭ですね、8428、兵糧は2780、軍馬に1208、鉄砲は629です。難易度は中級です。でかでやっております。では続けたいと思います。で、状態としては朝倉勢と今停戦を行ってます。で、残り2ヶ月です。攻め込まれたくないです。攻め込まれる前になんとか美濃を取ってしまいたいと思ってます。で、当然これは浅井が出てきましたね。浅井とも戦いたくないので、軍旗で和解で浅井とはできないみたいですね。向かってのは織田信長のためですね。で、包囲不完全なんですので、なんとかしたいと思います。で、援軍を要請したいとこなんですが、この浅井勢と当たってもらえますか。で、こちらは美濃の稲葉山城を攻略できるかどうかという状態です。で、内政は開発で行って終わってますね。で、工作は信長のところは続けていて、朝倉のところも続けていって、北条家も続けます。長岡も続けます。で、駿府も続けます。まあ、あとは不審性整備をするかどうかですね。だいぶ街道が不足はなってきたのかなと思いますが、だいぶ遅くなりますね。で、これをお前さんにやってもらいましょう。で、まだ労力があるし金もあるので整備を行いましょう。で、どうせやるならもうここも動脈なので太くしてしまいましょう。ちょっとお金が消えてきましたね、さすがに。さすがに
金の金銭が切れるって状態ですね。ここまでやるとちょっと問題なので、ちょっとここまではやらないで、次のターンに行きたいと思います。で、朝倉が出てきてるんで、即戦争状態になってるんだったらもう、和解をしてしまいたいんですが、敵士だけですからね。ダメですね。これは行為ファンデが続きますね。お任せください。お任せください。かしこまりました。承知いたしました。お任せください。出るぞ。必ずや勝つ。いざ参ろう。若い父さんとは若いしたくない。いざ参ろう。犬の才が出てきてますね。出るぞ。必ずや勝つ。参るぞ。我に打てぬ敵なし。馬場隊が問題はこれだけ来ても多分承知いたしました。多分囲んでも多分落とせないんじゃないかなと思うんですよね。続くのじゃ。こういう不完全で強行しますか。戦い抜くのだ。ご命令を下され報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。朝倉とやってますけど、停戦しますけど、その間になんともならないでしょ、このままいったら。内藤さんに行ってもらえますか。稲葉山城としたいけど、兵士がかなり死んでってますね。落とせないでしょう。これはもう騎乗します。騎乗します。まあ、やれるだけやってみましょう。
伊藤さん追っかけてきてるんですね。春信と歳三と塩屋さん、まあお前は何がしたいんだとなんか言われそうですが、なるべくなら落としたいんですが、市場しか落とせてないですね。数が少ないからということなんですかね。信長の時も稲葉山城を攻略にはかなり時間が手間取ったんですが、やっぱり1万以上はいるんですかね。1万以上いったと思うんですけど、それでも落とせてないんで、とりあえずここの市場を落としましょう。でないとどうもにもならないでしょう。でまあそこの野戦は我が軍団に敵はおらぬ。兵も減ってますからね。強行は初めてですね。でもう段階で ただは兵士が少ないので兵士じゃない兵糧がないので逃げてもらう。須田さんまだ強行できそうですね。ババ君の荷物も逃げた。でお待たせください。ババは逃げて、シュウヤさんは攻撃に行くか。まさけは味方、あだは敵なり。ご命令を下され報告いたしますぞ。先月の収支です。ちょっとマイナスですね。というか制作が豊作の質が多すぎますね。報告いたしますぞ。外交、交渉は多分行ってるんで無理ですね。工作行ってますけど、1060まで減らしたのか耐久。そうですね。で須田さんは行くしかないですね。だいぶ攻めてるんで大垣城を落としますか。ここで停戦したいんですけど、まあ信秀はなんとかこのを落としてこう鎌破城というんですか、を落としてくれそうなので、ここは、信長隊で4000いますからね。
は春信よりちょっと捕獲ぐらいにいるみたいな。かなり兵はいる、いますね。芝勝で1500ですからね。まずいなって感じですね。まあさん、不死身の鬼美濃は逃げるですね。で、標定終了かな。とりあえずこれで春信たちの部隊が兵糧を120持つので、わしがやろう。大垣城を承知いたしました。お任せください。落としに行きます。こんだけ囲っても多分8000では落とせないんじゃないですかね。多分なんかそんな気がします。どうしたらこっち行ってますね。では落としちゃったけど、ここまで来たら、騎乗する。止まれ、待機せよ。続きなさい。出陣するぞ。我が軍団に敵はおらぬ。逃げ場などありはせぬ。これはどっちに行った方がいいんだろうな。大垣城を潰しに行った方がいいのか、ちょっと激突を確保した方が良さそうですね。出陣します。で、向こうは綺麗なところはなんとかなりそうです。エキシメントだな。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたしますぞ。ああ、どっか工作取りやめましたね。うん、お金がないってやつですね。朝倉は来てますね。多分この信玄の部隊でいけるとは思いますね。問題はこの稲葉一徹隊ですね。まあでもそんなに稲葉一徹隊はいるわけではないので、では続けたいと思います。大垣城を落とします。関ヶ原の近くですね。いざ参ろう。出陣するぞ。わしがやろう。稲葉一徹関ヶ原負けるか。勝
これも乱世の定めよ。どうしたんですか。こもっていては勝てぬぞ。これだけ強いな。朝倉の援軍と戦ってますね。ご命令を下され、報告いたしますぞ。先月の収支です。ギリギリですね。報告いたしますぞ。浪人がいる。お金がない。来月の御用を受けたまわります。兵糧が帰ってくるぞということで、ちょっと半分ぐらい売ります。ありがとうございました。そして、浪人を投与します。いて困ることではないので、で、何の政策を取りやめるんですか。政策を取り行います。辛い。信長大隊たちは戦ってますね。何せこの間に彼らが戦ってくれてる間に、私たちは美の攻略といきましょう。織田家とどうなってるんですかね。中は良くなってるんですかね。まさけは味方、あが敵なり。稲葉一徹隊が来ましたね。ですが、もう残って稲葉山城を攻めましょう。お任せください。皆の者、続け。出陣するぞ。出陣する。お父さんが出てきましたね。また ギリギリ兵糧がもしか持たないかですね。これは無さねばならぬ。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。米売りましたからね。なんとかなりました。報告いたしますぞ。カツオ城、どこだそれは。ああ、はいはいはい。兵士を増やしたいんで、で、問題は建設をしている。お金がないですね。非常にお金がないという状態です。
します。ハマリさん出しましょう。兵糧が足んないのか。行っちゃった。弊害が出たか。9月にならないと帰ってきませんからね。これで終わりましょう。ターン。我が軍団に敵はおらぬ。逃げ場などありはせぬ。出陣する。なせばなる。戦ってますね。我が軍団に敵はおらぬ。でも多分包囲は完全で、これでは来ても不完全は不完全ということなんで、どうしますか。承知いたしました。攻め崩せ。兵隊は切れそうかなと思うんですよ。よし、来た。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。マイナスですね。報告いたしますぞ。なんか雰囲気的に強行でなんとかなりそうですね。そうなると内藤さん行ってますね。朝日関西行ってますね。行ってますね。なんとか今回で美濃を取れるかなと思います。強行してますけど、初めて強行で城落としにかかりました。では一応評定は終わりにしたいなと思うんですが、まだ何もやってなかった。推奨命令にしたいなと思います。兵士が回復していない。誰もいなかったっけ。須田さんがいる。木曽さんがいる。あ、ここまで取ってくれたんですね、信長さんたちが。だとすると引き続き信長さんたちには活躍してもらった方がいいのかなと思いますね。でも信長さんたち、これ多分いくら ?1 万2000か。19人武将がいるってのはすごいですね。設定終了ですね。桜は同盟をしているので押します。人は城、人は石垣よ。敵将捕らえたり。ちょろ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 織田信殿うざいっすね。援軍で
張り合い城しもたに落としてもらい、妖精で援軍で止め切れますね。まだ尾崎とは同盟していたいかな。ちょっと兵数が足んない気がしますからね。ということで尾崎は動かさないでいきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたしますぞ。一応任命していきましょう。城を取ったので、まあ政治ができて、忠誠心が高くて、上司じゃない。彼を入れましょう。武将名で言った方が早いかな。あれ出てこない。砥石城か。いや、こっちに移しましょう。まさかよ。で、内政を。しますか。起床する前にこのまま戦いを続けていくか。大阪は外交を続けて、山間で浅井が朝倉と同盟している。難しいところですね。
で 4万ぐらいにはなるんじゃないかな。で問題は織田をどうするかなんだよな。織田とすぐには戦いたくないけど、織田とはいつでも戦える状態でいたい。で、おそらくは砥石城だよね。そうですね。の、戦前部隊が、空いてしまったので、戦いの強い、そんなに行っても困らない横田さん、行ってもらえますか。そこ、なんとなく困りそうですね。北門市内とかには聞けないので、上杉がどうなるか分かりませんので。で、内政もやったので終わりにしますか。一応これで稲葉山城も取れましたね。ただし稲葉山城、当然ですが、兵数が少ないことになっています。山城も入ってない。秋山さん入れますか。原隊もまだ休養してない。戻るぞ。若き家康、若き家康、ご命令を下され。先月の収支です。報告いたしますぞ。織田家の外交姿勢が断絶となりました。マジか。速攻信長たちと戦うのは嫌だと。まず、あんまりさんを入れましょう。さんじゃなくて、多分戦争が強い人入れた方がいいんだろうな。
しましょう。秋山信友も次見ましたね。村上さんは裏切る可能性がある。お子さんは板垣さんどこかにいたな。小物城か。北の備えは手薄になる。横田さん入れてたとこだしな。斎藤は入れてもいい。彼がそうですね、いますね。信玄書いてないですよね、多分。ここから織田を倒せるかどうか、多分おそらくは武将たちの力にかかってる気がしますね。誰だお前。秋山さんまだこんなとこにいるんだ。秋山の布団をここに置いておくんだったら、ここに入れてしまった方がいい気がしますね。三つによりこの人忠誠心あんのかな。よくわかんない状態だな。外交情報欲しいですね。敵視威風織田登山です。次は織田家ですね、多分。伝説戦おうとしたら、ただ今は兵がいないので兵を蓄えたいという感じですね。耐久も低いですし、無理稲山城を落としましたんで、ね、当然向こうは5000もいますからね。信玄が帰ってると思うんですね。政策を執り行います。断絶して織田家が攻めてくるかですね。
だけ13,000、53,000の間に60,000に増えてる。北条強いな。何もしません、今ターン。兵士を休ませます。っていうか休ませると言いながら斎藤家これで滅びましたね。なぜか知らないけど三河の国出され、先月の収支です。報告いたしますぞ。浪人がいる。誰だ。これは内政ですね。推奨の家に対抗できるでしょう。その代わり北の方の土地が薄くなりましたが、もともとそんなに不死身の鬼美濃はかなり兵力を減らしています。で、武田信玄が帰ってきたと。ここは誰が内政やってんだ。三木さんですね。OK です。動かざること山の落としをまだ続けないといけないかもしれません。山間に頼みますか。御用を受けたまわります。それは高いですね。行きましょう。ありがとうございました。まず担当できるやつがいるのか。道を不足します。
で、あとは多分日曜不足しようにも。ああ、なるほど。こっちの道になるんですね。ここはもう細いまんまなんだ。以上で、軍団の動きは終わりにしていいかな。織田と戦うことになると思いますね、これはこのままいったら。なので今川さんの力は必要です。市場は多少見せてます。一応評定終了します。次のターンあたりで今回の武田信玄編は終わりかなと。49年、信長が家督を相続したのは54年ぐらいで始めたような気がするんですけど、ちょっと自信はありませんね。今春信 いくつなんですかね。ちょっとストップしてみて見てみましょう。軍団情報なのかな。じゃあ一覧武将春信29歳ですね。50何歳で死ぬので、あと20年は生きられる。戦争する気満々なんで、信長と信虎、尾張の虎ですね。信秀、とにかくお父さんがいる、織田さんのお父さんがいるのと高垣が満々なので。ご命令を下され。先月の終始です。進出で言ってますね。報告いたしますぞ。今は全席同盟ではなくなった。まずいですね。大坂さん、諏訪の方がやってくれるらしいです。で、大阪に行ってもらいましょう。お嬢さん敵視してますけど、その間に内政でここを春のぶ使いましょう。で、奥高行きましょう。というか推奨命令にしてみて、奥田が行きますね。
応みんな弊社ですね。内政取引御用を受けたまわります。がっつり言います。ありがとうございました。もうちょっと売るのは無理でしょう。でもそんなに多分内政で頑張んなきゃいけないことはないと思うんで、逆に回収するべきは尾張国有地、武田、大阪もいるの？高い人が行って欲しかったんだけど、関助を行きますか、山間を。武将2名、誰と誰かわからない。なんか何度か内政で増やしていってますね。これで行くしかないですね、今のところは。動かざること、山のことし。ではこのターンを終えたいと思います。戦争してませんね。なんかイベントくれましたね。表情を始めましょう。先月の収支です。1万はないとして8000、なんとかなってますね。報告いたしますぞ。マーガン家の外交姿勢が断絶となりました。まずい。スクラジオ
城ってどこだ。もうマスクラ城それはいいんよくないか。これはもう今川と挟んで戦おうと思ってたんですが、ガチで今川とも戦わなきゃいけないかなったかな。7万停戦残り4ヶ月、裏切る者とは手を結ばない。俺裏切ってないけどな今のところ。諏訪のことを言ってるのかな。でも北条と同盟を結んだら自動的に今川とも同盟を結んだことになるんじゃないのかな。なんかそんな感じがしますね。いますからね。まあなんとかなるだろうと。部門行きますからね。数ないですね。でここで信玄が頑張って7600まで来たんですね。で富士見の鬼見のが2700。今回も技ごと山のごとしなので、このターンから次はやりたいと思います。では皆さんまた次の回をお願いします。失礼します。